宮崎県生き目の森運動公園、春の日差しが降り注いでいます。ホークス春季キャンプ第4クール3日目の模様、ホークス OB の大西浩二さんと一緒にお伝えしています。さあ、紅白戦もこれから5回の裏の白組の攻撃です。赤組マウンド上には長谷川博樹が上がっています。1998年8月23日生まれの19歳。ショート今宮から一塁へ送られました。森さん、長谷川です。今のはカーブ、足でキック機が不満台の背番号、2016年の育成の2位です。外の変化球、ここはバットが回りました。145キロのまっすぐでした。張本です。ここは抜いてきました。変化球、ここは当てることはないと思いますけどね、はい、打ち上げた。キャッチャー甲斐を追っていく、掴んだ。最後はスライディングしてキャッチしました。マウンド上は先ほど5回に引き続き長谷川博樹が上がっています。長谷川博樹19歳。いい当たりです。1・2塁間は2つに破っていきました。ここは大きくコントロール、バッター当たりはサードゴロ、セカンドフォースアウト、一塁はセーフです。そして去年が2割7分というこの中村、コントロールを見せるこの中村、ランナースタート、ヘッドスライディングはセーフ。スローイングではあったんですけど、それ以上に川島選手のスタートがね、はい、素晴らしかったのと、このやっぱりヘッドスライディングですよね、はい、もう負けてはいません。盗塁を決めています。落ちた。二塁ランナー川島、三塁回ってホームに帰ってくる。そうですね、しかもボールそうですか、変化球、甲斐の積極的なスローイングです。詰まったファーストゴロになりました。そうなんですね、そういうところもしっかりとそうです、ね、プレーしなきゃいけないんです。っています。森唯人が話しました。これはちょっと明らかにボールと、コースわずかに外れました。ボールとフォアボールです。レフト取ったか、取りました。レフトの江川が懸命に手を伸ばして取りました。福田もうまいバッティングを見せたんですが、ヒットにはなりませんでした。これで今日の紅白戦はゲームセットということになります。6イニング限定の紅白戦、2対1で今日は白組が勝利ということになりました。